ジャック・レア・チューは、フランスの画家である、ブーシュイコール・デュローヌ県のアルルに生まれた、画家、ギオーム・ド・バレームと、画家アントワーヌ・ラスパールの姉との間の婚外子で、ラスパールから、最初の絵画教育を受けた。1775年に、王立絵画彫刻アカデミーの学校で、シモン・ジュリアン、サイモン・ジュリアン、1735から1800に、学んだ後、ジャン・イコール・バプティストルニョに学んだ。 歴史がをいがき、有望な学生に贈られるローマ賞2782年から挑戦し、1790年になって受賞した。ローマ賞受賞者には4年間のローマ留学の奨学金が与えられることになっていたが、フランス革命による政治的混乱からローマ滞在を中断し、1793年にフランスに戻った。マルセイユに移り、年に、 革命政府が進めたタンプルドラレゾンの設置に伴う装飾画の仕事を命じられ革命の理想を描く仕事をした。1798年に故郷をアルルに戻り、その後はこの地域の施設の装飾画を描いた。ありがとうございます。